疲労のメカニズムの中で、自律神経の変化についてお話したいと思います。まずですね、自律神経というのはこう意識せずに働いている神経なんですけども、アクセルモードとブレーキモードがあるわけなんですね。このアクセルを交感神経系と言いまして、ブレーキを副交感神経系なんて言うんですけれども、まずですね、頑張って動くときアクセルはちゃんと働かないといけないですね。で、一方でちゃんと休むべきときには回復しないといけないので、この副交感神経系が働かないといけないんです。なのでこのバランスがうまく取れてるうちはいいんですけれども、疲労が蓄積してくるとですね、休んでるつもりでもこの副交感神経系が働かなくなってくるということが分かっています。いわゆるこう疲弊してしまうということなんですけれども、急性の疲労の場合にはまずやっぱり交感神経系が優位になっています。特に休んだ状態でも交感神経がまだ働いている状態で、いわゆるこうアクセルが残っている感じですね。ブレーキを踏んでいるつもりでもアクセルが全然残っちゃっている状態なので、より休めなくなっていくと。で、そうするとだんだんと疲弊していって、副交感神経の働きパワーがちょっと落ちてくるんですよね。そうするとより悪循環になってきてしまうと。で、そうなってくると、休む神経の働きですので、同時にやっぱり睡眠も浅くなってきたりということで、より回復しなくなってくると。だから、頑張りすぎていると、そういう回復系の仕組みがこう落ちていってしまうので、特に副交感神経系の働きが落ちたりとか、先日は酸化ストレスの話、酸化ストレスと抗酸化力、ね、これもダメージと回復力の話をしましたけれども、やはり疲労が蓄積すると、この回復系の働きがだんだん落ちてくるということが分かっています。ですので、一つ体感としては、例えば休んだ時が自分の疲労を把握する大事な時ですよっていう話だと思うんですけれども、休んだ時に同期間してるとかですね、休んだ感じがしないっていう時は疲労が蓄積しだしている時ですので、よりこまめに休憩を取ったり、しっかり休んだり、特に睡眠をしっかり取ったりとかですね、そういうところで自己管理の一つの指標として、休んだ時の自分の脈拍であったりとか、そういうこう自律神経系の働きを少し意識するんですね、ということが、重要になるかなと思います。患者さん以外でもありますけれども、例えばストレスが溜まってきて、疲れが溜まっている時っていうのは、体をフル回転させて、やってますので、交感神経系が優位になってますと。で、そういう時っていうのは、この休む神経は抑えられてしまうので、特に消化管のところの働きが抑えられて、例えば吐き気がしたりとかですね、喉のあたりがこう詰まった感じがするなんていう現象は、比較的健康な方でも起こるかもしれないです。で、これがやはりひどくなってくると、病気のレベルとして治療した方が楽に過ごせたりすることはあるんですけれども、そういうところで、人によって出てくるとかちょっと違うと思うんですけれども、疲労が蓄積するサインっていうのは皆さんありますので、そういうところですね、休んだ時の自分の、体のバランスを自律神経という観点からも見てみると、コントロールがしやすくなってくるかもしれません。